35円のとこ。うるさい。そうそうそう。バレーよのとこ。なるほど、こういうドラえもん動画上がってんだなっていうところで、ボームさん、ボームさん。へえ、つまりリュウさんの出し汁っていう。はい、それいい。僕らの四畳半島。ドラチューバーのアジャイです。コンコンビーゾーです。みなさんこんにちは、僕サザヨモンです。どうぞよろしく。よろしくお願いします。すごい、お願いします。本物だ、はい、すごいすごい。いや本物ではないんだ、本物ではないのだ。ありがとうございます。あのこちらこそ、はい、やっとコラボが、ね、はい、できるようになって。そうそう、音声をこの前あの献上させていただいたじゃないですか。はい、はいはい、もうすごいいろんな方から、ね、オープニングがすごいいいって言っていただけて。いや、あのたくさん送った中でいいのを使ってもらえばと思ったんですけど、はい、全部聞いてもらえ、はい、あんなじっくり聞いてもらえばと思います。いや、もうね、ありがとうございます。もう全パターンをちょっとね、はい、使わせていただきたいので。おんぶに抱っこですよ、こっちは。本当にいや、もう骨の髄までしゃぶられたなって。いや本当におっしゃる通りなんですけど、いやもうありがたい、本当に。いや本当にね、改めてね、いやいや本当にありがとうございます。いや、こちらこそなんですけど、はい、ね、改めてこうね、なぜこんなことになってしまったのかって話なんですけど、ね、はい、僕らとね、あのコラボさせていただくようになったのかをちょっとお聞きしたかったんですけど。そうなんですよ。単純に動画をちょっとあのなんかおすすめでやっぱり出てくるじゃないですか、ドラえもん関係を見ていたら、はい、他のチャンネルさんのね動画もあったりする中で、はい、うん、あーなるほど、こういうドラえもん動画上がってんだなっていうところで、ボームさん、ボームさんボームさんの動画をちょっと、ボームさんの動画とか、あと、はい、あのブリキンホテルのピエロとかあれね、はい、あの、はい、僕世の中でブリキンホテルのピエロの面白さに気づいてるのは僕だけだと思ってたんですけど、まさかね、よかった、 YouTube でね、うん、いるとは思わなくて、はい、よかった、本当に、うん、そう、そこを刺さってくれてよかった。そうなんです。いや、そう、温度感がやっぱなんかあの、うん、なんだろう、それはもちろんほらメジャーどころのね、はい、あのキャラもいっぱいいる中で、そうなんですけどね、もうあえてのボームさんとかベアリングロード三人衆とか、はい、あっこら辺の着眼点がたまんねえなーと思って、はい、ちょっと配信とかに見させていただいて、はい、コンタクト取らせていただいたっていう感じなんですけども、ライブの時にコメントをいただいてちょっとびっくりして。そうなんですよ、本当ありがたく思っておりますけど。いや本当にありがとうございますね、楽しいライブだから、ぜひ皆さんも見ていただきたいと思うんですけど。わあ、ありがとうございます。本当すごい嬉しいな、もうありがたいな、うん、もうねいいですよ。何が、もう、ね、満足、満足ですね。あのね、本当はね、うん、あの現地で行ければよかったんですけど、ちょっとね、今ね、うんうん、そう、ちょっと今子育てが忙しくて、なかなか外に出られない。え、これ言っちゃっていいんですか、子育てとかこういうのは言っちゃっていい。多分言ってます、言ってます。あの子守用ロボットなので、別に何の問題もない。子育てはやっぱね、家庭用ロボットで、赤ちゃんあやせまーすせわしくもね、立派に、うん、すごいすごい。そう、間違えて押しちゃったの、この声じゃないからな。そうだそうだ、黄色の声だからね、横山千佐さんだから違うから。そうなんですよね。まあいいんじゃないですかね、うん、伝わるから。いや、伝わる、ね、伝わる、伝わる人しか見てないから大丈夫。コアな人しか見てないんですよ、ね、いや面白いなこれ、ずっと語れるんだな、うん、すごいいっぱい聞きたいこといっぱいあるんですけど、もうなんだろうな、好きな映画って言ったらでもね、あれもこれも出てきちゃうと思うんですけどね、うん、あーそうですね、うん、なんかもう日によって変わったりもするじゃないですか、気分とかで。あ、わかります、体調によって違いますよね。体調と天気によってね、変わったりしますもんね。今、はい、今現在これいいなってのはあります？今の、あ、今見たいやつ、はい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 、今はね、あの逆に、はい、南海大冒険とかを、あの、はい、今見たいなっていうのは南海大冒険見たいかもしれない。いいですね、ベッティですね、うん、父さん、そうで、はい、ごめんなさい、それ好き、いやでも、はい、実際、はい、あの藤子先生が亡くなられた後のドラえもん映画ってやっぱりほら、はい、空気感とか違うじゃないですか、ちょっと、はい、そうなんで、やっぱりあの好きなのはあのご存命中の作品とかはよく見てる、見てたんだけど、はいはいはい、それに比べると例えば南海とか、うん、あの宇宙漂流とか回数そこまでは見てなかったんですよ、うん、でもあのもう四畳半さんの動画見て、あ、
南海大冒険見直そうかなみたいな感じで、でもやっぱりなんか、あ、そんなんだったっけなみたいな。僕も南海大冒険といえばホットミルクのイメージしかなかったんだよね。ホットミルクですよね。主題歌強いですからね、うん、そう、この前カラオケでね、ちゃんとセリフ付きで歌えましたよ。いや、一緒にカラオケ行きたいっすね、そうなってくると、うん、行きたいっすね、うん、本当にね。そうなんですよ、一緒に行きたいっすわ。いっぱい大山さんの歌歌ってほしいですね。歌いたい、そう、一緒に歌いたい。大山さんの歌難しいんすよ。初期しか歌ってないからね、大山さんもね。そうか、その声で、その声でやられるって難しいですもんね、うん、なかなかね、歌う。そうなんですよ、ドラえもんっぽいかと言われると歌った時の信代さん、はい、あんまドラえもんっぽくないんですよね。なるほどね、そっか。ありがとうございます、楽しいですね。こちらこそすげえ楽しいんですけど、はい、好きなセリフとかあります？ドラえもんの。あー、いっぱいある。いっぱいありますよね、うん、好きなセリフ、うん、それはそうですよね。好きなセリフはね、これ映画じゃなくてもいいのかな。あ、全然いいですよ、はい、これ厳密に言うとドラえもんのセリフじゃないんだけど、はい、アメコメの星で、はい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 、変なリボンつけてまつげ生えた女の子さんがいらっしゃるじゃないですか。アメコメの星のドラえもん的なキャラの、うん、そうそうそう、その人が、はい、ろくな道具出さないじゃないですか、うん、出さない出さない、タケノコプター、あの世界では、はい、あの天才児ののび太をダメにするためにわざわざミヤからやってきてるじゃないですか。そうですね、その人が出すあのどこだかドアってのび太くんが、うん、どこに行くのって言って、はい、その後に言うさあどこだかっていうのが好き。わかる、めっちゃわかる。そのなんか崖みたいなところにね、うん、開けたら崖みたいなところ行くやつだ。そうそうそう、うわあ、あれですね、どこに行くんだって、今のどこなのどこだかですね、多分。そう、いいな。あとその後に出るあの空飛ぶ風呂敷の久々の道具だわさのとこも好きなんです。アメコメの星はちょっとやっぱ信代さんが楽しんでて好きですね。なるほどね、そっか、もう信代さん目線で見てるんですね。さすがだな。信代さんが楽しそうで何よりだね。遊んでるなって感じがね、うん、言ってほしいセリフがありまして、おお、はい、はいはいはい、あのブリキのラビリンスで、はいはい、のび太がドラえもんいくら持ってるので、ドラえもんが僕35円っていうのをちょっと後ろ向いてね。はいはいはい、あ、いいですね。ドラえもんいくら持ってる、35円のところ。それまさか一人で全役やってくださるとは。すごい、そこまで。いや、一人で全部できてないけど。も、はい、僕も一個いいですか。はいはい、まあ、昨日ちょっとリバイバル上映見てきたんですけど、リトルスターウォーズで。ああ、やってましたね。はい、うん、あのチーターローション足に塗るところで、あのドラえもん足短いからちょっとで済むねって言った後のドラえもんのあのうるさい、そうそうそれそれそれ、俺あのシーン大好きなんですよ。イントネーションもすごいですね、本当にもう あの頃のあんなことだって、あんなこと本編上言う必要ないのに、そうそうそう、全くなくていいシーンなのに、うん、うるさいって。そうそうそう、あのドラえもんの映画のなくていいセリフすごい好きなんですよ。あ、わかる。迷子探しご飯だよのところいろいろ説明した後に、はいはい、あのスネオくんが鼻が詰まってたらって言ったけどそこまで責任取れないよと絶対いらないじゃないですか、ストーリー上、はい、ストーリー上絶対がないんですけど。わかる、確かに。めちゃくちゃわかる、それ。そんな詳しくね、鼻が詰まってたらとか。いらなくていい、そう、結構ありますよね。絶対はなくて、あのスネ夫で言うと、あの日本誕生の、はい、大根はね、佃煮にはならないんだよ。もうだドラえもんじゃなくなっちゃったけど。僕大根大嫌いなんだって話ですよね、もうね。初情報ですけどっていうところがすごい好きですね。わ、うん、かるわかる。ちなみにこの前レシピ調べたら大根の佃煮ありましたね。あるんだ。あんなならないって言ってたのに。骨皮系ではしないらしいけど、あるらしいです、大根の佃煮は。あるっちゃあるんですね。カルタの動画見ていただいたみたいで、なんか、あ、カルタの動画大好きなんですよ。早く続き来ないかなって聞いてて、いや、でもいろんな方がねコメントくれてね、はい、すごいありがたいんですけどもね、うん、そうそう、今回僕いろいろ調べてきて、あのハ行をいっぱい集めたんですよ。ハ行、セリフを、はい、はいはい、ぜひ。だハ行をちょっと今回みんなで持ち合ってコンペさせてもらえるかなと思って。ハ行で対決するってことですね、はい、うん、サザエモンさんのハ行聞いちゃっても大丈夫ですか。いいですか。歯から行きません。歯から、じゃあ歯から行きますか。歯から、はい、歯
はい、歯か、ちょっと待って、今ねスマホのメモ帳を出しました。お待ちください。スマートフォンのメモ帳出しました。秘密道具っぽい。やっぱ秘密道具っぽいな。すごいな。あったあった。ね、あ、さっきでも言っちゃったな、鼻が詰まってたらです。いいとこつくな。いいですね。で、次はあの鉄人兵団で静香ちゃんが残虐より操作した後に言ったバレーよのところ。いいな。あと静香ちゃん続きでいくと、すごいな、ブリキのラビリンスのあの四次元あのスペアポケットのび太くんが持ってきた時のパンツのところ。やっぱパンツだな、うん、パンツ強いな。ということで言っちゃいます。あとはあの、はい、これ僕一押しなのは、はい、あの海底祈願場の時にさ、はい、あの敵に見つかりそうだからこっそり道具出しがあるんですよ。その時にあの穴掘りモグラを出したんですけど、なぜかその時ドラえもんが言ってるパクパクパークっていうのが、あの小声で言うとこですね。そう、小声で言ってパクパクパークっていうのは初見で何の言ってるのか全く分かんなかったんですけど、全く何があるか分かんないですよね。うん、あと最後のこれはもう無視してもらっていいですけど、はい、あの壊れた時のパーリパーリポーパーリパーリパーのところで、あ、いいいい、それいいな。それすげえいい。でもドラえもんらしさはやっぱ一番その故障したところですよね、うん、壊れたら一番らしいっていうのは複雑なところですけど。パンツ強いですよね、うん、パンツ強いな、パンツは強いだろうね。パンツ強いだろうね。パンツが強いって。でも静香ちゃんのバレーよも今聞いてちょっと思い出しました、ね、バレーよいいですね。そういえばあったな、うん、ただでもパン、でも同じ静香ちゃんで言うとパンツには負けるよね。静香ちゃんのバレーと静香ちゃんのパンツはちょっとパンツが強いよ。あ、火行きましょうか。火はね、でもね、はい、火はそんなに2つぐらいしか出なかったんですけど、はい、あの雲の王国の、はい、100円ですって。あ、いいな。いいですね。やっぱドラえもんいいな。歯はもう一個あった。半株もあった。あ、いい。やっぱドラえもんいいな。うん、ドラえもん来るといいな。うん、あ、でも火も、火、そうね、そうね、一株100。あとあれだ、あの、ワンニャンジ空伝の、ワンニャンジ空伝で、あの、もしもし、カメよ、カメさんよーの時にドラえもんが、口でロープつなぎながら、ふわいほーのふわいほーがラストシーンですね、うん、あの歯茎むき出しにしながら、ひふわいほーっていうところ。なるほどね、いいですね、っていうところかな。それいいな、うん、やっぱサザエモンさんにやっぱドラえもんのセリフがすごいやっぱりいいですね、うん、やっぱドラえもんのセリフ強いですね、やっぱ残ってんですね、やっぱりね。だからあんまりね、四畳半馬、はい、さんみたいなサブキャラになかなか知識がないから、やっぱドラえもんのこの王道のセリフというか、やっぱそれが一番いいですね、うん、まさかビッグライトも来ると思わなかったけど、まあ、そうですね、でそうビッグライトではなくヒフハイボーですから。ヒフハイボーなんだな、ね、口に加えてるからちょっと言えないんすよね、うん、そうそうそう、いいな、すげえ、うん、ヒフちゃんとこのこあれでしょ、ヒフハイホーのシーンを手書きで書いて多分画面に今出てると思うんですけど、今考え、はい、時間かかるなと思って、あの絵がすごい好きなんですよ、手書きありがとうございます。すごいね、頑張ってるんですけどね、改めて見ると下手だなって思うんですよね、なんか、いやでもあんまりあれだよ、凝りすぎると小学館に消されますから。怖い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 、急に怖い怖い。フはね、何があったかな。フはでもほらおなじみの大魔教からあるじゃないですか。何でしたっけ。ブルススブルススだ、ブルススっていう、あ、ペコペコのね、王様ブルススっていう、僕だよ王子様。あとね、微妙なところで言うと風雲ドラえもん城っていうのが、あ、言ってないからね、あの秘密道具はなかなかいいですね、うん、なかなかないよ、当時のパロディっていう。風雲たけし城っていう当時のテレビ番組のパロディですからね、はい、うん、あれは。そう、僕らからしてもちょっと危ういですもんね、うん、ちょっとそれが。その当時はよく分かんなかったですからね。うん、後で分かるっていう感じですもんね。そうそうそう、うん、急に城出してどうしたんだよと思ってましたから。ブリキの人形が喋ってはいけないのですか。ブリキン、ブリキンだ。いいですね、それはありだな、うん、いいな。ブリキ
キンはあの4畳半っぽくてすごくいいと思います。キッチンはそうですね、うん、もうだいぶっぽいですね、僕らっぽいというか、うん、あとはあとそれもうブンブクチャガマならすぐご用意できます。あのスタッフね、ブンブクチャガマ強いな、ブンブク強いですね、うん、ブンブクチャガマは あとは、はい、これドラえもんのセリフじゃないけど、はい、プライバシーの侵害だって、あのび太が言うやつだ、うん、いいな、でもドラえもんが言ってるのもいいな、ドラえもん あのブリキのラビリンスでドラえもんを思い出しながら、はいはいはい、あのいつも覗くと押し入れを覗くといつも怒るんだ、プライバシーの侵害だって、うん、そのちょっとねドラえもんがこの消えるとこっていうかなんかそのそう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 、なくなっちゃってね思い出しながらね、うん、映像はドラえもんだけど、そうですね、そうそう、実際はのび太が言う、声はのび太、はい、でも今ドラえもんが言うってのは四次元くずかごだろっつって、はい、ちょっと枕の下には枕の下にはパンツ来た、そこまでの、ね、流れがいいですね、はい、そっか、でも実際そののび太が言ってるけど本当はドラえもんが言うの、うん、そう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 、 で、ね、でも言ったの聞いたことないからさ、こっちは、はい、初めてそんなこと言ってんの貴重だな、プライバシーの侵害だってそう、なかなかないですよ、プライバシーの侵害だって言ってドラえもんが言ってるシーンは貴重ですから、うん、でもきっとそういう風に言うんだろうな、うん、言うとしたらすごいな、もう勝手に覗かないでよ、プライバシーの侵害だって、うわーすごい、あ実際にあったかのような、意味すごい出てきますね、うん、そんなシーンみたいな感じで多分言ったんだろうなって、うわーすげえな、よくそこを再現できるな、うん、再現ではないけどもうあっていいと思う、そのシーン、うん、ヘはもうでもあれ強いでしょ、ヘは強いっすよ、うん、もうあの今もうデカデカとデキスギ君の顔の絵がポーンって出てて先に出てますもん、ね、お願いします、ヘビースモーカーズフォレストその裏声が大好きです、声が高い、裏声のヘビースモーカーズフォレストがもうドヤ顔でしかないんですけどね、うん、もう彼は強いです、ね、あの当時の作がたまんないっすよね、ベアリングドード知らないんだわ、マジでジェーンもやっぱりね、ヘ強い、両方強い、強い、あとあれ、うん、変な道具もあるし、あーいいなー、うん、それもいいな、ドラえもん的には、はい、無限三剣士の、はい、へー、つまりリュウさんの出汁汁っていう、あーいい、それいい、やっぱドラえもん来るといいな、うん、やっぱドラえもんのセリフがいいですね、ドラえもん的にはそれですね、うん、いいな、あまりにもじゃないですか、感動的なシーンの後に出汁汁、リュウを殺してさ、はい、永遠の命を得て魔王に挑もうとする、でものび太は優しいから竜を殺せない、はい、ね、でそしてヒゲが伸びてる、あ、ヒゲがもう一個あったヒゲが伸びてるもいいな、ヒゲが伸びてるっつって竜が引かれちゃうんだけど、うん、でも竜はそののび太の優しさを認めてくれて生き血はあげられないけど、はい、せめてわしの汗をお湯にね、汗をお湯に溶かしてそれを浴びれば一度は生き返られるって言ってすごいいいシーンで、うん、へえ、つまりリュウさんの出汁汁っていうのもな、よかれと思う、黙ってろじゃないですか、もう、うまいこと言ったと思う、黙ってろよポンコツ、ね、出汁汁、恨みに出ちゃいましたね、うん、ドラえもんのね、そうね、そんなこと言わなきゃいいんですけどね、いいな、面白いな、ですよ、すごっ、ホモ、うん、行きます、じゃあちょっと聞きたいですね、僕大根大嫌いなんだまあこのワードはスネ夫多いんで、で全体的にスネ夫が多いんですよ、あとは愛されてますよね、うん、いろんな人愛されキャラ、あとあれです、あのドラビアンナイトの僕の目は当てにならない、耳も当てにならないのところと、スネ夫が落ち込んじゃってるとこだ、そういいな、そこのシーンと、あと創世日記のエモドランが、うん、出てきて、あの虫、あの昆虫生物、昆虫人間たちが住める地球を作るじゃないですか、はいはいはい、もう一個、うん、ね、でそれで、もう一個地球を作ったのですかって言った後にエモドランが、はい、僕も手伝ったよそうだねなんと、そうだねまでですね、うん、ドラえもんがちょっとね引いてるというか、うん、そうだね、そうだね、そうだねエモドランはあれ何しに来たロボットなんだろうって感じ、ちょっと、ね、ビタの優秀だしな、うん、ビタの君一人で結構できますからね、うん、何でも、いやもうね、なかなかもうすごい、もう話が尽きないですね、ずっと話せばいや決まらないですよ正直本当に面白いな、もうドラえもんと喋ってるみたいだな、うん、すごい幸せですよ
じゃあ、はい、ハギョのカルタもね言ってくださったので、またあのコメントで、はい、ね、どのセリフが良かったのか、はい、でカルタの締め切りもね、もうすぐもうね、はい、年内、そうなんですよ。あ、そうか、年内か、じゃあ、うん、もうみんなに、もうハギョに関わらずみんなにコメントしてもらわないと、もうカルタのシーズン来ちゃうんですね、はい、もう最後の、はい、セリフを。でもこっから決めてまたね作らないといけないから結構時間かかりますよ、はい。いやでもあの絵は好きだからぜひ描いてほしいな。いやあれ描くのが大変なんだよな本当に。まあでも頑張りますけど。いや、スネ夫が大根持って僕大根大嫌いなんだって超みたい。いいな、うん、ちょっとやり頑張りますわ、はい、いやぜひお願いします、はい、あの絵が大好きなんです本当に。そんな感じで一回じゃあ今回は、はい、いや今回はこんな感じで、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ドラえもん、かわいい。バイバイ。わー、バイバイ。バイバイ。ワンニャン時空で。やったー。やったー。出たー。ドラえもんさんも結構ワンニャン好きっていう話をちらっと聞いたんですけど。いやー、ワンニャンは正直ゴーヌービに入るんじゃないですか。いいですね。僕らもね、うん、さっきちょっとね改めて見たんですけど、はい、泣いましたね、はいはい、本当に泣いた。わかる、わかる、本当にあれはなんか来ますよね、うん、いろいろ、うん、泣いちゃったもん、うん、もうやっぱのび太と一のこの友情が本当に尊くて、わかります。すごい後半めちゃくちゃいいっすね、うん、あれね、そもそもストーリーがかなりいいんですよね、あれ、ね、